ゾフィー・ショル、ゾフィー・マグダレナ・ショル、ソフィア・マクダレーナ・ショル、1921年5月9日から1943年2月22日は、白ラ抵抗運動の主要メンバーの一人、非暴力によってナチス・ドイツに抵抗するも国家反逆罪により民族裁判所で兄のハンス・ショル、クリストフ・プロープストと共に死刑判決を受け処刑された。ゾフィは、 1921年にホルヒテンベルクの市長である父、ローベルト・ショルの5人兄弟の4番目の子供として、この町で生まれた。ゾフィーは、田園の自然の風景のあるのびのびとした環境で、幼年期を過ごし、1930年に、ルート・ビヒスブルクで2年間を過ごした後、1932年に、父ローベルトが税理士兼コンサルタントとして、落ちくため、ウルムへ引っ越した。 1932年、ナチスの少女組織である、ドイツ女子同盟に入団するものの、組織に対する理念を抱くようになり、リベラルな思想の持ち主である父、ローベルトのナチスへの批判精神などの影響をか、ドイツ女子同盟から、ますます距離を置くようになった。また、シュトットガルトから派遣された上位の女性指導者が、課題図書として何を読むか提案したときに、 ユダヤ人であるハインリヒハイネの本を課題図書とするよう強く主張したほか、ナチスドイツで禁じられた一般に入手することのできない、トーマスマンの本などを彼女に理解のある友人の手通して読むなどして、ナチスの思想に抵抗した。また彼女の一家と親しい、大敗的とされ、ナチスによって追放された画家ベルトルクライ、ビルヘルムガイアーがゾフィーを援助した。 1937年11月、非合法活動を理由に、DJ1.11、ドイツ青年会に対する取り締まりが行われ、アネインゲ、弟ベルナーと共に、ゲシュタポによって逮捕されたことは、ゾフィーに大きな精神的な撃を与え、ナチス体制に対する独自の判断、思考を押さないながらも熟成させることを促進させた。兵役についていたアニハンスも逮捕された。 ゾフィー自身は、男の子と間違えられての逮捕だったため、取り調べを受けることなく、すぐに釈放されている。1940年、アビトアを終えた者の,の半年間の勤労奉仕、ドイツ語でを済ませないと大学に入学できないことから、ゾフィーは勤労奉仕に代わる者として、ウルムにあるフレーベル保護養成所で過ごした者の,の、当局はこれを勤労奉仕に代わる者とは認めず、 改めて勤労奉仕を受けさせられることとなった。しかし、1941年7月、当局は女子青年に対して、さらに半年間の戦時協力奉仕を義務付けたために、この年の8月に勤労奉仕を終える予定だった。ゾフィーは改めて同年10月からブルムベルクの古書において、ほぼを務め、1942年3月にブルムへ戻り、同年5月に、 生物学と哲学を学ぶために、ミュンヘン大学へ入学した。ミュンヘン大学に入学した1942年8月、シチローベルトが、ヒトラーが戦争をやめない場合2年後、ロシア軍がベルリンに侵攻すると同僚の女性職員に発言したためゲシュタポに逮捕され、特別法廷によって、禁錮4ヶ月の判決を受けた。そのため、ゾフィーは休暇中の8月に、 軍需工場で2ヶ月間動員させられることとなった。詳細は、白バラ抵抗運動を参照のこと。1943年2月18日、ゾフィーは兄のハンスと共に、ミュンヘン大学において、白バラ抵抗運動のメンバーが寄贈した6番目の抵抗ビラを講義室の前などにまとめておき、最後に残ったビラを3階から、ホール吹き抜けにばらまいたところを、 大学の職員に発見され、ハンスと共に拘束されて、ゲシュタポに渡された。尋問において、ゾフィーもハンスもビラがあったことを知らずに落としてしまったと、否定していた。しかし、ハンスの住居からハンスが所有していたビラの草案と、クリストフ・プロープスとの数通手紙、ハチペニヒの切手数百枚が見つかり、若い男が住居の近くの郵便局で大量の切手を買ったと報告もあった。 このため、兄弟は、クリストフ・プロープストから権威を逸らそうと試みたが、ビラの作成は、ハンスとプロープストの二人が行ったものであるとして、プロープストも逮捕されてしまった。逮捕の4日後の2月22日、民族裁判所長官ローラント・フライスラーは起訴された、ゾフィー、ハンス、クリストフ・プロプストを、感情的に怒号しながら非難する口調で尋問をし、戦時にビラを巻くことで、 軍事のサボタージュと国家社会主義体制の破壊とアドルフ・ヒトラーへの誹謗中傷を行い、利的行為を行い、ドイツの防衛力を破壊しようと試みたとして死刑判決を下し、その際に弁護人は被告の3人を弁護するどころかはずべき行為をしたとして非難までした。しかし、3人とも自分たちの行為は多くのドイツ人が内心では支持しているのだとして、 堂々とした口調で反論をした。判決が下されたその日の夕方5時、ミュンヘン・シュター・デルハイム執行刑務所においてゾフィーは、ハンス、クリストフ・プロープストと共に、ギロチンによる死刑の執行を受け、21歳の短い生涯を閉じた。墓所は、ミュンヘンのペルラフ・ハフォルスト墓地。ゾフィーらがばらまいた抵抗ビラは、その後、スカンジナビア経由で、イギリスに渡り、 連合国がドイツに降伏を呼びかける、際のビラとして使われた。ゾフィーには4歳年上の婚約者がいた。1937年にダンスパーティーで知り合った、フリッツ・ハルトナーゲルで、文通を続けて婚約した。対戦勃発と同時にフリッツは徴兵され、スターリングラードの戦いに従軍。ゾフィーがビラ巻きをした当時は、スターリングラードのドイツ軍が壊滅した直後で、 生死不明だったが、実際は、レンベルクの野戦病院に入院しており、ゾフィー処刑の知らせもそこで受けた。フリッツは、戦争を生き延び、復員後は、ゾフィーの姉エリザベートと結婚。ミュンヘン大学を卒業して裁判官を務め、また平和運動に参加、2001年に84歳で死去した。2003年、ゾフィーの死後60年に合わせ、二人の交わした手紙が、 公開された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。